はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やってきてもこちらということで、懐徳堂ということになります。はい、懐徳堂っていうのは何ですかということなんですけど、大阪の商人たちがですね、大阪の商人たちが要するに、教育として、作り上げたというのがこの懐徳堂ということになるわけですね。まあ、この懐徳堂を中心にして、まあ、商売人の世界の中にもどん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 教育が広がっていくということになります。では次回以降、この懐徳堂から出たですね、まあ、2人の偉大なる人々についてちょっと見ていきましょうということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。